のりこくん、うりやくん、公明党の古谷のりこでございます。本日は動物愛護管理をめぐる諸課題について、質問をしてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。犬や猫などの、動物虐待、悪質なブリーダーによる劣悪な環境下での飼育など、動物に関する悲惨なニュースが後を絶ちません。動物の愛護及び管理に関する法律、通称、動物愛護管理法ですけれども、動物の虐待防止などを定めた、法律でございます。しかし動物愛護団体などから現行の法律が、不十分であるという指摘がございまして、超党派で、改正案が議論され今国会、成立を目指しているということでございます。公明党におきましては動物愛護管理推進委員会、委員長中野博正衆議院議員を中心にいたしまして、動物虐待を犯した者に対する、厳罰化、また犬猫の飼い主を特定するマイクロチップ装着の義務化、等々動物愛護管理法の改正に積極的に取り組んでまいりました。今日起訴が予定をされているわけでございますけれども、この改正案の一刻も早い成立が期待をされているところでございます。現行法の7条、これは動物の所有者または占有者の責務等が規定をされております。第1項には、動物のその種類、習性等に応じた適正な使用、また第2項には、感染症、疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うよう努めなければならないということが規定をされております。しかし、命あるものであるにもかかわらず、工場のように大量生産をしている、そういう繁殖業者もおります。また一方で、捨て猫を飼っていて、不妊、去勢をせずに、繁殖の繰り返しで徐々に、数が増えて飼育不能、ゴミ屋敷化、近隣とトラブルを起こすなどなどですね、多数の動物の劣悪な環境で飼育をしている、異常に繁殖をしてしまう、いわゆるこの、多頭飼育崩壊、と呼ばれるような飼育ができない数の動物を、集めてしまうという事件も起きているわけであります。所有者等が動物を適正に飼養管理しないことが原因で、動物の健康や安全が保持されず、また生活環境の保全がに支障を起こすということが起きております。そもそもペットの飼い主と動物の所有者において、適正使用とは一体どういうことなのか、こうした具体的な理解が進んでいないことが問題だと思います。適正使用とは何か、動物の食住がどうか、きちんとしているかなど、最低限必要なことを示していく必要があると思っております。また、近隣住民に迷惑を及ぼさないようなそういう飼い方というものが必要であります。こうした予防について、飼う前に、適正な飼育のための講習会を受講させる、こうした取り組みも重要であります。はじめに、適正使用とは何か、飼い主等における適正使用を確保するための基本的な考え方を伺います。また一般の飼い主が不適切な使用管理を行わないようにするために、適正使用を飼い主に浸透させる取り組み、不適切な使用に対する対策の強化について考えを伺います。はい、塩田局長お答えいたします。まず適正使用についてでございますが、適正使用とは動物の健康及び安全を保持しつつ、その生態、習性及び生理を理解し、愛情を持って動物がその命を終えるまで継続して使用することでございまして、その趣旨を動物愛護管理法に基づく基準に定めているところでございます。そうした適正使用を浸透させるためには、飼い主の意識の向上による飼い主責任の徹底が重要と考えておりまして、環境省におきましては、そのためのパンフレットやパネルを作成、配布し、自治体や関係団体の取り組みを支援しているほか、動物愛護週間に合わせまして、自治体や関係団体と共同でイベントを開催するなどの取り組みを進めております。
また虐待等の不適切な主張に対しましては自治体の職員が適切に対応できるように事例集の作成でございますとか研修の実施などによりその対応力の強化を図っているところでございます。はい、古谷君。私も犬が好きで今は飼っておりませんがかつて飼っておりましたが、まあ、飼い主によってその何が適切な飼い方かという基準がやはり、様々であるなという気はいたしております。ですので、まあ、法律に動物の所有者等が遵守すべき、責務規定を明確化することが必要なのではないかこのように考えております。次にマイクロチップの義務付けについてお伺いをしてまいります。確実な所有名称を進めるためにやはりマイクロチップの装着の義務化ということが効果的だと考えております。マイクロチップは家庭動物の遺棄盗難を予防しますし、保護動物の飼育者への返還率の向上から処分数を削減していくことが見込まれております。さらに生産流通飼育履歴に関するいわゆるトレーサビリティを確保する上で最も効果的な方策であると思っております。一方狂犬病予防法においては飼いの取得後一生に1回の登録また毎年1回の予防接種の実施が義務付けられております。まずですね厚生労働省にこの狂犬病予防法における登録の現状等についてお伺いをしたいと思います。はい、吉永審議官。お答え申し上げます。狂犬病予防法におきましては狂犬病発生時に発生拡大を予防するために的確な措置が講じられるよう明示することが重要であると考えてございます。このため法律に基づきまして犬の所有者は犬を取得した場合犬の所在地を管轄する市区町村に犬の登録を申請することが義務付けられているところでございます。はい、古谷君。狂犬病予防法についてはそのように、規定をされているということでございます。さらに環境省の方にお伺いをして、まいりますけれども、このマイクロチップを装着することによる効果またマイクロチップの装着の装着率を向上させていく、まあ、この取り組みについて、お伺いをしたいと思います。はい、正田局長。お答えいたします。まずマイクロチップの装着による効果につきましては犬猫の盗難及び迷子の防止に資するとともに所有者不明の犬猫や非常災害時に一掃した犬猫の返還が容易になることでございますとか管理責任の明確化を通じて所有者の意識向上等につながり動物の遺棄や一掃の未然の防止適正使用の推進に寄与することなどこういったことが挙げられると考えているところでございます。このマイクロチップの装着率向上に向けての取り組みでございますがまずマイクロチップの装着の現状でございますが一般社団法人ペットフード協会が行った平成30年度の実態調査これ推定値でございますが犬猫への装着率でございますが全国で飼育されております犬約890万頭のうちの 17.4% 猫につきましては約960万頭のうち 4.1% となっているところでございます。こういった現状を踏まえまして環境省ではマイクロチップの装着率向上に向けまして関係機関等からの情報収集を行うとともに平成26年度から29年度にかけまして人と動物が幸せに暮らす社会実現プロジェクトにおきまして5つの自治体でマイクロチップの実態把握や意識調査等のモデル事業に取り組んできたところでございます。さらにはマイクロチップへの理解を促すリーフレットやポスターを作成いたしまして地方自治体や関係団体等の協力を得て広く配布しているほか動物愛護週間行事や各種シンポジウム等においても普及啓発を図ってきているところでございます。はい、古谷君。お答弁いただきましたように、厚労省の方では、飼い主にの登録させて、で狂犬病の予防接種を受けさせると、でそうすると証明書が置かれてきて、その証明書を、まあ、私も家の玄関あたりにこう貼るということを毎年やってきているわけなんですが、まあ、一方でこのマイクロチップを装着する、ということを進めていく上で、このマイクロチップの装着義務化ということを、この狂犬病の予防接種の方と犬の所有者に対して、まあ、二重の負担となってしまわないように、この狂犬病
予防法に基づく犬の登録制度と、またこちらのマイクロチップの装着の義務化の方と、これを一本化する必要があるというふうに思っております。ぜひこれをリンクさせることによって飼う側にとって負担にならないよう、そしてその動物の逃げ出したり、そういった時の所有者を適切に探していくということにもしっかりと役立てていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。次に多頭飼育とは適切でない飼養の予防対策についてお伺いをしてまいります。動物愛護管理法の目的には動物による人の生命、また身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止するということが掲げられております。冒頭でも触れましたが、多数の動物を劣悪な環境で飼育する、いわゆる多頭飼育崩壊のニュースが後を絶たないわけなんですが、この多頭飼育崩壊を引き起こす飼い主というのは周囲や動物自身に対し悪影響を及ぼしているんだという自覚がない場合が多いんですね。でこうした多頭飼育崩壊の飼い主については精神疾患との見方もありますし、保健師や精神保健福祉等の専門家との連携による対応が必要なケースが多いとの指摘もあります。動物による深刻な生活環境の支障を引き起こしている飼い主、ネグネクトなど動物虐待の状態で飼育をしている飼い主等に対して現状把握、また未然防止再発防止のための仕組みづくり、専門家や自治体福祉部門との連携等が重要であると考えます。抜本的な解決に向けてどのような対策が必要か、この点についてのお考えを伺いたいと思います。またさらにこの勧告措置の対象が動物取扱業者だけではなく一般の人、特定動物の使用者も含まれているんですが、実際に都道府県知事による報告徴収や立ち入り検査は認められておりません。こうした現実に対してどのような見解を持っていらっしゃるかについてお伺いをいたします。はい、塩田局長。お答え申し上げます。多頭飼育問題につきましては平成24年の動物愛護管理法の改正によりまして、地方公共団体は条例により多数の動物の飼養保管に関し届け出をさせることができること、都道府県知事は多数の動物の飼養保管が適正でないことにより動物虐待の恐れがある事態を生じさせている者に対し改善のための勧告命令をすることができることが追加されたところでございます。これを受けまして現在自治体によりまして取り組みが進められているところでございますが、問題を引き起こす飼い主は届け出を行わないとの指摘があるほか、勧告命令の発動件数はまだ数件という形で少ない状況でございます。こうした中でございますが、昨今飼い主が犬や猫を増やしすぎて世話ができなくなる、いわゆる多頭飼育崩壊が全国的に問題となってございます。この問題につきましては地域から孤立した単身高齢者などが関わるケースが多いことが明らかになってきておりまして、対応にあたりましては社会福祉分野との連携が重要と考えているところでございます。このため環境省におきましては本年の3月に動物や社会福祉の専門家による社会福祉施策と連携した多頭飼育対策に関する検討会を立ち上げたところでございまして、厚生労働省と連携いたしまして予防策を含めたガイドラインの策定等に取り組み、適切な対応が推進されるよう努めてまいりたいと考えております。委員長。はい、古谷君。やはりこうした高齢者の孤立というような問題もはらんでいるというふうに思います。やはり現行法だけでは私は不十分であるというふうに思っております。都道府県知事による指導助言、そして報告徴収、また立ち入り検査等、こういうものができるような法律に改正をすべきというふうに考えております。その意味でも、この、改正案の早期成立を望むところでございます。次に悪質な業者に対する立ち入り権限の強化について、お伺いをしてまいりたいと思います。
現在のペットショップまたブリーダーなど営利目的で動物を販売したり展示したりするいわゆる第一種動物取扱業を営む場合には事業所を管轄する自治体へ登録が必要となっております。で、悪質な業者につきましては都道府県知事などが登録更新の拒否や登録の取り消し業務停止の命令措置を取ることができます。行政には強制的な立ち入り権限がございません。そこで実際業務停止命令や取り消しが行われたということがほとんどない。環境省の報告によりますと平成29年度における全国のこの第一種動物取扱業に対する業務停止命令数登録の取り消し命令数ともゼロでございます。このためより行政の権限のある繁殖業者の許可制の導入が必要なのではないかとの指摘もございます。こうした動物取扱業者による不適切な飼育他についても地方自治体がこうした取扱業者に対する立ち入り調査というものを積極的に行って勧告命令また取り消し等の行政処分刑事告発についてももっと適切に行うべきと考えますがいかがでしょうか。はい、正田局長。お答えいたします。環境省が地方自治体を対象に行いました動物愛護管理法の施行状況調査、全体 の数値が、データが整ってございます、平成28年度のものでございますが、都道府県等が動物愛護管理法に基づく立ち入り検査を行った施設数は25,053件、このうち指導を行った施設数は4899件となってございます。また、飼育施設や飼育方法の基準を遵守していない業者に対して行われます勧告件数は18件、勧告に従わない場合に行われる措置命令の件数は0件でございました。さらに動物取扱業者が措置命令に違反したとき等は登録を取り消しまたは業務の停止を命ずることができるとされておりますが平成28年度におきましては業務取り消し命令と業務停止命令は各1件でございました。また告発件数は0件という結果でございました。都道府県等は立ち入り検査において問題を発見した場合にはまずは指導を行い指導に応じない場合に改善に係る勧告命令を行うという対応をしてございます。このため立ち入り検査と指導が業者による取り扱いの改善にかなりの効果を上げていると受け止めてございます。環境省といたしましてはこのような自治体による指導勧告命令取り消し等の行政処分刑事告発等が一層効果的に行われますよう引き続き自治体の職員を対象とした動物愛護管理研修でいや動物愛護管理研修や動物虐待を科学的に評価できる人材を評価するための研修を実施することとして合わせましてさらに平成30年3月に設置いたしました動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会におきまして自治体の取り組みがより一層適切に推進されるよう現行の基準の具体化等を図ってまいりたいと考えております。委員長。はい、古谷君。最後の質問に飛ばさせて、いただきます。今回今日起草される予定でございますが改正によって諸施策を着実に、実行していくために、動物愛護行政を担う、都道府県政令市中核市などの体制整備が必要であります。この動物愛護の行政は非常に幅広い、先ほども言いました取扱い業者の取り締まりであるとか、地域ペットをめぐる地域社会のトラブル解決また優れた飼い主を育成するための普及警察非常に職務が多いわけであります。こうした諸施策を着実に実行するために自治体が法律に従って有効な行政を行えるよう必要な体制また職員の充実に向けても国として最大限支援をしていただきたいと思います。これについて見解を伺います。はい、正田教育長。お答えいたします。委員ご指摘ございましたとおり動物を取り扱う業者等に対する規制の運用でございますとか犬猫の引き取り等動物愛護管理法に基づく各種の事務につきましては都道府県をはじめといたします自治体の自治事務として行われているところでございます。環境省におきましては使用管理に代わる基準の策定でございますとか自治体に対する技術的な助言さらには自治体の担当職員がさまざまな課題や基本的な考え方の専門的な知識を習得できるよう毎年動物愛護管理研修を開催してございます。
さらには各種課題に応じた研修会等も実施してきたところでございます。環境省といたしましては、こういった取り組みを通じまして、引き続き自治体において実効性のある円滑な実務が展開できるように取り組んでまいりたいと考えております。はい、古谷君。本日起草予定でございますけれども、この改正案が成立することによりまして、さらに、動物の愛護管理が向上することを期待して質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。